本日はオハイオ州デイトンで子育てを通して日本人のコミュニティを主催されている小野里玲子さんにお話を伺ってみたいと思います。小野里さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、オハイオ州デイトンにね、住まれているということで、はい、じゃあ、ゆかさんのですね、早速ですけれども、夢やビジョンを聞かせていただけますか？ありがとうございます。小野里玲香です。現在、オハイオ州の、デイトンという地域に住んでいまして、主人と、あと、双子の娘が、二人ですね。その娘が二人います。で、今、アメリカで生活していて、もう、先ほど菊池さんにご紹介いただいたんですけれども、デイトン子育てといって、子育ての、コミュニティを、主催しています。で、ビジョンや夢ですけれども、将来を担う子供たちが明るく希望に満ちた未来を創造クリエーションだったりとか、あとは、イマジネーションの創造をしてもらいたいなっていうのが一番にありまして、で、大人がその後ろ姿を見せていけるように、希望を持てるように、親であるお父さんだったりお母さんが楽しく生き生きとしている姿を見せられるような、大人も子供も一緒に集える日本人のコミュニティを作っていきたいという、夢やビジョンです。そして、最近ちょっとまた子供たちが学校に行き出したっていうのもあって、よりそのアメリカの地域に溶け込むことが多くなってきたので、日本人のコミュニティだけではなくて、この地域のアメリカの、方たち、コミュニティとも関わり合いながら、子供たちの成長だったり、あと、子供たちは日本とアメリカのこの良い架け橋と、将来的にもなっていってくれたらいいなというのがあって、そういった活動も、合わせて、要は日本人のコミュニティと、あと、アメリカのコミュニティとのこの、なんていうんですかね、どっちとも、コミュニケーションが取れるように、活動ができたらいいなと。で、あと、そうですね。もう一つ、この将来にな、の、子供たちがアメリカと日本の架け橋となるときに、日本の文化だったりとか、その気持ち、心とかを、やっぱり、受け継いでいないと、やっぱり、なかなか架け橋っていうのは難しいかなと思っているので、そういった文化だったり、この伝統を大切に受け継いでいけるように、この日本人コミュニティを通して取り組みがしたいなと思っています。で、子供たちはその実際のアメリカの生活でのアメリカ文化も吸収しながら、日本の文化とのアイデンティティとして、日本の文化もアイデンティティとして大切に、思う気持ちを持っていてほしいなというのが、夢としてあります。はい、素敵な夢、ありがとうございます。すごい、大人もね、やっぱり、子供も大人も、楽しくだったりとかね、希望を持っていけるようにっていうのもすごい大事ですし、その、日本とアメリカのね、もう架け橋になれるようにっていう、日本のね、文化のアイデンティティにしっかり持たれていくのに、すごい、壮大ではありますけど、すごい大事だったり、素敵ですね。うん。ありがとうございます。将来を担う子供たちってことね。はい、すごい希望がいっぱいだなと思いました。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな素敗なね、夢をお持ちの麗華さんですけれども、ですね、それを具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？二つというか、あって、まず一つは、ちょっとパンデミック前に始めてたんですけども、日本語の読み聞かせを子供、日本の子供たち向けに、やっぱり、したいなって。で、自分が子供を、そういった、アメリカの図書館だったりとか、すごいそういう読み聞かせが盛んなんですけれども、アメリカの、読み聞かせはあるんですけど、
日本語の読み聞かせっていうのがない。で、未就学児の、この日本語を使った、こう、コミュニティっていうのが、やっぱりお母さん同士のお付き合いでしかやっぱりないっていうところがあったので、やっぱり年齢も違ったり、やっぱりするので、同じ年齢のお子さんたちを持つ方との接点も持ちたいっていうのがあって、活動を始めて、で、ちょっとパンデミックになってしまったので、活動が途切れてしまったんですけれども、また子供たちがちょっと大きくなって、ちょっと私にも余裕が出てきたっていうのもあって、またちょっと再会をしたいっていうのがあります。で、そこで、お母さんたちとの、日本人がアメリカで暮らす上で、やっぱり、こう、一緒に協力できることだったりとかのつながり、横のつながりも持ちたいなっていうのもあって、読み聞かせと、そこで日本の文化もちょっと伝えていけるような、イベントを、そして、月にまずは1回ずつぐらいから始めていきたい、また、始めたいと思っています。で、もう一つは、そうです、Pay Forward to Bright Kids っていうことで、実際にちょっと9月から始めてみた、ものがありまして、ね、それっていうのが、地域の子育ての支援の一環として、自分たちの子供が成長して年齢に合わなくなった日本語の教材とかを中心に、まあ、服とかでもいいんですけど、あとおもちゃなどのリサイクルイベントを始めていました。で、まず、今、そうですね、3回開催したんですけれども、そこで、思いに賛同してくれる方もいらっしゃって、お家に、未開封の雑誌、子供たちがもう、やっぱり英語に慣れてしまって、日本語をもう見なくなってしまって、もう付録も本当についたまんまのものが1年分ぐらいあって、日本のお母様から送っていただいたんですけど、やっぱり捨てられなくってずっと思ってたんだけど、なんかそういった、次の子たちに、渡していけるんだったら、ぜひ、もらってほしいということで、ドネーションしていただいたりとか、本当に段ボール4箱ぐらいの本とか、あとは、ちっちゃい子の着物、日本の、着物だったりとか、こっちではやっぱり処分したくても、やっぱりできなかったりとか、あとはやっぱりもったいないっていうのがあって、ずっと持っていらっしゃったみたいで、で、また、私も、こっちで、アメリカで子育てしていく中で日本語を教えていくのに、日本語の絵本だったりとか、教材的なものですね。を、やっぱり先輩のお母さん方に、お下がりでいただいたのがすごく子供たちが喜んで、本を読んだりとかっていうので、とっても日本語に慣れたり、日本の文化に、こう、アメリカにいながらにして、こう、普通にこう溶け込めたっていうのがあって、すごい感謝の気持ちがあるので、それをまた、まだまだ使えるものがたくさんあるので、私もまた、もう子供たちは使わない年齢になってきたので、またもっと使いたいって思ってらっしゃる、方たちに、こう、ペイフォワードって言って、やっぱり、パスしていくっていう、ことをしていきたいなと思って、実際にちょっと活動を始めてみました。ありがとうございます。はい。ではですね、その目標や今計画ですね、に対して、現在どのような活動をされていますか？ですね。その今、話した、ちょっと話してしまったんですけれども、この Pay Forward to Bright Kids を、まあ、ちょっと定期的にやっていく中で、子供たちが、物を大事にするっていうところを、持ってほしいっていうのもありまして、
で、活動指針としては、まだ、すべては愛から始まると思っているので、人に対しても、物に対しても、愛を持って、何か接するというのを心がけているので、まずはその、やる活動に対して、そこに、愛から発してる、活動であるのかっていうことを、常に問いかけながら、やっていきたいなと思っています。で、今ちょうど12月なんですけれども、ちょうどもう本当に、いろいろと来年から始めたいと思っていて、で、お正月はやっぱりお餅っていう イコールお餅みたいな感じのところがあるので、お餅の会をしつつ読み聞かせをして、で、ちょっと集えるようなイベントをちょっと企画しています。で、毎月1回、その月にあった日本の行事をちょっと取り入れながら、何かこう集まれるイベントをしていこうと思っています。はい、ありがとうございます。愛から始まるというね、それを活動指針としてされてるということで。はい、素敵ですよね。ただ行動ではなくて、ベースが、指針のね、ベースになるものが愛から始まるっていうことで。なんかすごい、レイカさんの思いがすごい伝わってきますね。ありがとう。はい。ありがとうございます。日本の文化をね、取り入れた、読み聞かせたことも、ね、すごい素敵だなと思います。はい。ありがとうございます。そんな素敵なね、夢やビジョンをお持ちのレイカさんですけれども、その夢を持ったきっかけ、そういうふうに、架け橋になりたいだったりとか、大人も子供も一緒に希望を持てるようにというようなね、そんな夢やビジョンを持ったきっかけというのは何ですかね。そして、背景には何かそういう出会いだったりとか、気づきとか実験などがあったら教えていただけますか？はい。ですね。きっかけも二つあって、一つ目は、自分の中、自分がこの異国の地で子育てをしていく中で、初めての経験でもある上に、ちょっと海外だったっていうのもあって、どうやってこう子供を育てていいかっていうふうに、自分なりにこう、もうね、スマートフォンとかもある時代にはなっていたので、調べたりはできるんですけれども、やっぱりこの生身の人間対人間のこの付き合いみたいなのをもうちょっと日本人同士でやりたいなっていう思いがあって、で、やっぱり同じ年齢の子供たちとこうコミュニケーションをとって一緒にこう、やっぱり、興味、日本語に対しての興味を育んでほしいっていうのがあって、探したんですけど、なかなか見つからなかったので、それだったら自分がやろうって思って、その読み聞かせを始めたっていうのがあります。で、そうですね。自分が母親として欲してたものを、まず自分が、やってみたっていうことですね。で、あともう一つのきっかけは、私たちは日本人夫婦でアメリカに生活しているので、私たちは、どちらかというとアメリカの文化への理解が必要だとは思ってるんですけれども、コミュニティに溶け込んでいったりとか、いう努力ですね。でも、子供たちは、その学校に行って、アメリカの生活だったり文化とかを、こう、普通にこう、経験して、吸収してるんですけれども、この、親子間で、やっぱり私たち夫婦は日本人の感覚で、なんかこう喋ったりとか、なんですけど、会話がやっぱり子供と、やっぱちょっとちぐはぐっていうか 合わない、感覚的にアメリカ人なんだなっていうのをすごく感じるので、で、やっぱそこをこうもっとこうすり合わせできるようにっていう意味でも、こう子供たちにもっと日本の文化を理解するもの、やっぱり家族、家庭の中で初めはあるものだと思うんですけど、やっぱり主人と私だけってなると、
主人は、ね、仕事を夜遅くまでやっていたりとか、子供は日中も学校に行って、結構長い時間、生活の時間取られて今いるので、そういう中で、なかなか週末だったりとか、ちょっとしか、時間がなかったりするので、家族で、そういう、やるのがですね、時間を共有できる。その中で日本の文化を入れていくっていうのは、いや、結構難しい のがあるので、やっぱり、言ってもやっぱりお母さん同士の、この横のやっぱりつながりから、で、週末はお父さんもできれば巻き込んで、大人と子供と一緒になんかやっていける、出るものがあったりな、その中に日本のその文化を取り入れたものができたらいいなっていうのがあって、そうですね、きっかけとしてはその2点あります。ですね。あとは、発見としてはですね、まあ、子育てしていく中で、私はその、アメリカで子供を育てれば、日本人夫婦の家庭なので、日本語も普通喋れて、で、こっちで生活してるから、英語もできるだろうっていう感覚で、もう普通に生活してれば、日本語も英語もできると思っていたっていうのがあるんですけど、でも実際に子供を育てる中で、小さいうちは、家の中では日本語だから、勝手に日本語しゃ、あの、吸収してるもんだとか、勝手に私が思っていたので、普段の見るものとかは、英語に触れさせていたんですね。この音楽だったりとか、出かけるときの音楽だったり、車の中でやっぱりちょっと DVD をつけたりするときは、英語のものを、で、家庭で英語を喋らないから、やっぱり英語を聞かせておいた方がいいっていう感覚でやってたんですけど、でも実際やっぱりどっちも聞いてるので、なんていうんですかね、言葉が発するのが遅かったんですけども、やっぱりバイリンガルだとそうなりますよとは、小児科の先生にも、言われてはいたんですけど、でも実際に本当にちょっと喋り出したら、日本語もまあちょっと喋るんですけど、英語の方がやっぱ強いっていうのに気づいて、で、これは家庭でももっともっと、日本語をきちんと、教え込んでいくっていうか、普通に、やっていかないと、日本語は身につかないっていうのを、周りのお母さんたちだったりとか、SNS の書き込みとかにもあったので、あ、そうなんだっていうのに気づかされたっていうのがあって、やっぱり家庭で何を教えるか、日本語をきちんと教える、日本の文化をきちんとやっぱり家庭の中で教えていくっていうのが大切なんだなっていう発見がありました。なるほど。確かにね、日本、普段のね、普段日本語を喋ってれば大丈夫だろうと思っても、実際やっぱり日本にいる中での、その家庭の中でのっていうのと、海外アメリカに行って実際に、教えていくっていうのが、環境がやっぱり変わると大きく変わるっていうことですよね。そうですね。で、話しかけるのは基本日中は母親しかいないので、で、やっぱり日本だとね、おっしゃるように、周りにやっぱり友達だったり、親戚家族がいたりするので、みんなに喋りかけてもらえるんですけど、こっちだとやっぱり私が喋りかけるだけしか、やっぱり、で、あとお父さんと過ごす時間はお父さんが喋りかける日本語だけだったりになっちゃうので、はい、そうですね。日本語に触れられる機会をもっと増やさなきゃいけないなっていう、思いました。はい、ありがとうございます。で、その発見や出会いの背景には、何があったと思いますか？そうですね。背景としては、やはり日本にいる家族、おじいちゃん、おばあちゃんに連絡を取って、やっぱりテレビ電話みたいな感じでしたときに、その
日本の家族は、こう、普通に喋りかけても、会ったことがなかなかない。一応おじいちゃん、おばあちゃんっていう認識はあっても、実際に一緒に生活したりとかっていう時間が短いですし、ちっちゃい頃にしか会ってなかったりして、あんまり記憶がなかったりとかっていうので、意思疎通がうまくいかなかったんですね。で、あと、家族っていう気持ちがやっぱり薄くて、なかなかこの、なんていうんですかね、話しても挨拶するぐらいで、あとはもう興味がなくて、みたいな。っていうので、あ、これは、危ないなと思って、やっぱりもっと、日本語でのコミュニケーションを通して、やっぱりそういう、日本の家族とのコミュニケーションをもっと取れるようにしてあげないと、これはちょっといけないなと思ったっていう、そこが結構あれですかね、発見の背景にありました。ありがとうございます。日本で育って、それで海外に移住されてっていうのと、もともともう海外で出産されてね、もう、お子さんたちはもう海外、アメリカでもう、それが当たり前、生まれて、その環境が当たり前っていうのも、この違いがあるのなっていうのを聞いてて思いましたし、なんかレカさんのようにね、思ってる方、なんかそういう悩みとかを持っている方とかもいっぱいいるんじゃないかなっていうのを思ったので、やっぱりそういう方たちが、知らない国で、ね、言葉もわからないとか文化も違う中で、協力し合える、そういうコミュニティがあるのすごい心強いんじゃないかなっていうふうにすごく思いましたね。私もなんかそういうのがあるといいなと思ったので、やっぱり、作りたかったです。なかったからそれを作ってしまうっていう、そのバイタリティもすごいなっていうのも思いましたけどね。行動力というか。素晴らしいと思いまそうですす。ね。何か、やっぱり待ってるだけじゃ、待ってるだけじゃ、ね、やっぱり何にも事も始まらないなと思ったので。ですね。ぜひね、そこから日本と、アメリカの架け橋になれるようにということでね、活動されているということで、多くの方にですね、ぜひそういう方たちもつながって、どんどんね、活躍していただきたいなというふうに思いました。では、最後にですね、こちらをご覧の方に一言メッセージをお願いします。ありがとうございます。そうですね。今も言った通り、まずは自分が、まず幸せでられる環境は自分が作り出していかなきゃいけないな、というのがすごく、感じているので、こう、憧れたりとか、そう、理想とするものが、あるなら、臆することなくそこに飛び込んだりとか、行動するっていうことを、勇気を持ってやってほしいなっていう思います。で、あとは、周りにそういった何か、こう、始めたとかっていう方がいたら、私の思いとしては、やっぱり、声かけしてほしいなと思います。頑張って、そういうのをやってるんだね、とか、いいねとか、共感してくれたら、結構SNS とかで発信とかして、見てるんですけど、そのまま、SNS 上では、何もコメントとか何もなくて、なんか誰にも伝わってないのかなって思いつつも、でもまあ、生身で会ったりとかすると、この前の、なんか投稿見たよとかって言って、そういうのやってるんだねとかって、ちょっと一声かけてくれるだけでも、やりがいというか、そういう、やっぱり共感を持ってくださる方っていらっしゃるんだなっていう、思うので、何か、こう、共感できるものがあったら、背中を押してあげるような、一言を、声かけをしてくれるだけでも嬉しいなと思うので、何かあれば、そうですね、共感する方には、応援のエールだったりとか、あと、できる範囲で協力できるところがあったら協力してくれると、この方、活性化していって、みんなの生活が良くなるんじゃないかなと思うので、ぜひ、なんか、自分で始められた方がいたら応援してほしいなと思います。ありがとうございます。
はい、素敵なね、夢やビジョンをお持ちのレイカさん、これからもですね、活躍を応援していきたいと思います。はい、それでは本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。